回のタイトルは24時間で5000万 XRP を蓄積、クジラは何か知っているのかです。ぜひ最後までお付き合いください。 XRP クジラは1日で5000万以上の XRP トークンを蓄積し、大胆な動きを見せています。暗号通貨アナリストのアリ・マルティネス氏によると、 XRP のクジラは過去24時間で5000万 XRP 以上を買い集めており、保有額を約2950万ドル増やしたといいます。クジラの活動の急増は XRP コミュニティにおける強気のセンチメントを示しており、短期間でこれほど大量の XRP がストックされたことは注目に値します。現在市場では利益確定の動きが見られ、いくつかの暗号通貨は下落しています。 XRP は過去24時間で 1.5% 下落し 0.587 ドルとなりました。 XRP クジラの間で強気なセンチメントを煽っている要因はいくつかあるかもしれません。 FRB の利下げ期待など、より広範な市場動向が投資家を暗号通貨を含むリスク資産を求めるように駆り立てている可能性があります。このような前向きなセンチメントは先週、デジタル資産投資商品への流入総額が5億3300万ドルに達し、5週間で最大の流入額となったことに反映されました。この増加はジャクソンホールシンポジウムでのジェローム・パウエル氏の発言を受けてのもので、同氏は9月に最初の金利引き下げが行われる可能性があると述べました。流入の大部分はパウエル氏のハト派的な発言を受けて金曜日に発生しています。XRP にも資金流入が発生し、30万ドルの流入がありました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。